県立小物高校出身オリックスバファローズの西幸です。三重県代表を応援しています。ありがとう甲子園。高校球児頑張れ。大変でした。大変、はい、僕らの高校は今日関東厳しいからだったんで、何かと怒られてはずっと走らされてたイメージがあります。まあ、あの基本夜試合終わった後夜にバス終わるんですけど、ナイターで、まあ、見えなくなってくるので、いかにナイターの照明を消して見えないように走るかっていうのをずっとやってました。まあ、初めてこうスカウトが来てくれた時に、バックネット裏がスピードガンダーキだったっていうのがちょっとびっくりしたというか、このうちの高校まで足を運んでくれるんだなっていうのはその当時覚えてますね。去年たまたまトレードで一緒に、一昨年もすることだったんですけど、八木っていう競泳にいた選手なんですけど、その選手とそのプロ注目っていう風に、まあ、新聞を取り上げて、練習試合でそのたくさんのスカウトも来ていただいて、で応援も来ていただいて、50分ぐらいで試合が終わったっていう、今でも覚えてますね。1対0でうちがスクイズで勝ったっていうゲームでした。もう展開も早くて、あれは一番人生で野球の試合が早かったんじゃないかなと思います。1時間切ってたと思います。その時にスカウトが目をかけてくれるきっかけになったんじゃないかなというふうに思ってます。やっぱり佐賀北と広陵のあのゲームはすごく印象に残っている試合だと思ってます。やっぱり満塁ホームランが印象に残ってますし、その野村さんが投げたボールだったりとか、そのキャッチャーのリアクションだったりとかというのはやっぱりずっと言われるんじゃないかなというふうに思ってます。3年間というのはあっという間なものなので、 今をすごく大切にして仲間としっかり甲子園目指せるように頑張ってください。高校野球は僕らの原点です。